はい、どうも、ケイキです。今日はですね、ウィニングポスト9、2020続きやっていきましょう。11月の4週からと、ナイトスペシャル、引き継ぎ、ありでやってます。またね、連続でちょっと撮ってます。行きましょう。まあ、今回はそうですね、2006年は終わらせたいですね。レースが、ライトシフトですね。ライトシフトがレース。はい、デビューと。行きましょう。まあここはね問題なく勝てるよね。どうかな。直線の攻防、天馬場先頭、後続はどうか、水平優勢先頭。さあグッと来ましたね。大丈夫やね。大丈夫ね。先頭は依然としてライトシフト、フェンダードバレー必死に追います。はい、勝ちました。2番手はフェンダードバレー、ライトシフト、ゴールイン、ライトシフト、1着、2着はフェンダードバレー。よし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 、ライトシフト。で、ライトシフトはね、繁殖牝馬で使います。よし、OK。おー、アフリートとダンスパートナー大活躍やね。はい、OK。まあ出走11回でね、まあ1着いいですね、7回は。キングベージュ、大物サイレンスが出走、そしてキングパートナーとラストワキアか。さあ、チャンピオンズカップ。ノブシ取りたい。砂の神聖女帝。さあ、キングベージュ総合四強激突。絆使おうか、サイレンスに。上がってねえな、調子か。まあそうやね、ちょっと使いますか。よし、いいね。はい、まあこんなもんでいいでしょう。ただ闘志も使いたいね、一つ。もう一つはちょっと残します。じゃあネクスト行きましょう。ラストワキア1番人気勝ってほしい。2着、キングパートナー。まあこれもちょっと飛ばします。さあ、ベージュ、大物サイレンス、アジミツオがまあ1番人気と、まあ、結構やられてるんですよね。ここでも取ってくれたら嬉しいけどね。さあ、いい走りだな。来てねえか。お、サイレンス来るか。これ前を捉えられるか。大物サイレンス抜けた。2番手は来ました。大物サイレンス1着。こっからです。サイレンスの時代始まりました。誕生、お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。よし、勝ったのは大物サイレンス。リベンジやね。うん、まあベージュもね悪くない。よし、勝ったわ。新生やからな、こっからですよ。そう、ベージュはね、踏ん張れないんですよ。根性ないですからね。切れる足もありません。有馬はいないですね。はい、さあ、ノース、ダンスインザムードで、スススここも取りたい。で、大物さんが、まあ、2戦目。で、サロンは、ま、どうかなっていう感じですね。ちょっとわかんないです、レベルは。3か。まあ、これからは楽しみ。そして
まあちょっと使ってもいいですね。サイレンスはね、スピード。これスピードね、グッと上げれば、まあ無双できますね。プラス、まあ海外もちょこっと持っていきたいよね。まあとりあえず国内ちょっと使ってからやね。さあ、で、ね、3やね。3を決めてあげないといけない。まあ、それでいいかな。いいでしょう。スピード C はね、まあ序盤ならさ、よしよし C かっつってね、じゃあじっくり使いますかってなるんすけどね。はい、じゃあネクストいきます。さあキングノース、ここは一番人気。まあちょっと確認しますか。 1200m。 おっと、一頭競争中止か。名称ボーラー競争中止です。これは大変なことになりました。レースの展開にも影響が出そうです。ノースちょっと苦しそうやね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過してサイレントちょっと厳しかったですね。抜け出した。2番手はテイクオーバーターゲット、サイレントウィットネス。サイレントウィットネス、okay. 1着、2着にはどうやらテイクオーバーターゲット、勝ったのはサイレントウィットネス、見事な勝利です。はい、ノースは4着。そしてダンスインザムード、まあこれをネクストで。よし、勝ちました。来た、鈴。メンバー不利要素がいて、まあどうですかね、すすず。フリオスに勝てれば、あの無双できますよ、ダートは。ああ、ちょっと厳しいか、これ。4着。ここに勝てないとね、もう厳しいんですよね。まあ、まだわかんないですけどね。さあキングサロン、ああ微妙やな。まあダイワスカレード強いですが、もちろんね。でピンク変えようか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあダイワスカレード抜けたと。後続を引き離しにかかる。ああでも2着厳しいですね。やはりダイワスカレット先頭だ。あと 200m。 2着大丈夫か。引き離した。2番手はキングサロン、ダイワスカーレット。この馬で決まりか。ダイワスカーレット今ゴール。こんな差あるか。強さです。ダイワスカーレット1着、2着はキングサロン、ダイワスカーレット素晴らしいパフォーマンス。ダイワスカーレットが強いっつってもよ。牝馬じゃね、歴代牝馬の中でも確かに 1,2,3 争うくらい強いと思うんですよ、ダイワスカーレットは。なるほど、サロンスピードあるはずなんですよ。そうか、パワーないんか。パワーもしかして G か、これ。うーわ、マジマジで G。 これさ、もしかしてパワー G でスピード S とかじゃないですか、これサロン。ありえるよね。ただパワー G でここまで来たか。やっぱりスピードはあるよこいつ。ちょっと待てよ、どうすかなこれ。5周。いや、ちょっと考えます。ちょっと考えよう。デセール、パワー G ででもきついっすね。まあ、嫌いじゃないですけどね、そういう馬。だこの
ベージュみたいな馬もね、まあ、結構好きなんですよ。なんだかんだ。あと賢さがないとかあるじゃないですか。スピードが S プラスでさ、パワーも S プラスあって、まあ、他ほぼ S プラスで賢さだけないみたいな。ああいうのもね、まあ、結構好きなんですけどね。ライトシフトが、まあ、それで OK ですね。一周休み出して、で、すすずが、そうじゃないよ。じゃあ、すすずもそうなんですが、ウィークやね。サウンドウィーク。あ、OK ですね。この後一周ちょっと休み出しといて、じゃあ、すすず変えますか。まあ、こいつはダートなので、ダートを登録します。そう、ダートがそんなないんですよね。まあこうかな。4週休み出して、で問題児よ。次は問題児サロン。問題児やな。パワーどこ使いますかね。とりあえず一つ勝ちたいですよね。京都いきます。はい。でその後もう海外に持っていきたいですね。 G3 取ってもう海外。こいつはこれちょっと一周休み出したい。はい、サロンこれで。で、セールいきます。はい、今年はこんな感じ。はい、じゃあ戻ります。ではもう進めますか。オッケーですね。じゃあネクストで。さあ大物サイレンス、そして大物どこまでも騎手は大丈夫ですね。譲渡の期間、譲渡の期間もいいです。はい。でキングクラシック出走と。さあありがたい。さあパーティーの後は返済です。そして絆を使いたいですね。まあサイレンスここからね、まあ、長く活躍できるので、サイレンスにまあ使おうか。サイレンス絆使おう。絆使います。スピードがっつり上げます。そうやね。スピード、ただスピードを使ってしまうか、ここで。それかちょっとケチって、まあ、A プラスまで持っていけば、まあ十分っちゃ十分っすけどね。うん、そうしよう。ちょっとケチろ。2個使う。そうやね、まあそれでもいい。とりあえずちょっと一つ使いましょう。はい、これでスピード A プラス。まあ国内ならとりあえずこれで大丈夫ですね。ある程度は戦えます。じゃあネクストで。はい、大物サイレンス、コスも悪くも言いますよ。だいぶ強くなってきてますからね、サイレンス。いや、どうだ届く。いや、届くね、これは。切れ味抜群。サイレンス。来ました、サイレンスの時代です、ここから。
です。1着、2着にはどうやらアジデミツ王、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは大馬のサイレンス。とりあえず海外行く前に国内無双してから海外行きましょう。キングスズカとシルバーチャーム、負けるわけにはいかない。よし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 。能力もちろんなんですけどね、特性も大事ですからね。さあクラシック一番人気、いいね。あ、ケーキングパンサーじゃん。ケーキングパンサー、あのダンスパートナーとアフリート、マサクサキングス、アドナオーラ。まあここは勝ってほしいね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。キングクラシック先頭、あと 200m。 いいねクラシック、アドバンテージをキープ。後ろはどうか、2番手はアドマイヤオーラ。よし、楽しみですね。キングクラシック1着、2着にはどうやらアドマイヤオーラ。キングクラシック、今年ね結構引退しちゃうんですよ。なんでやっぱこの辺とかね、ちょっと頑張ってもらわないとね。次は暗黒時代はちょっと避けないといけないんで、誰も勝てんやんつってね。よし、勝ちました。 OKOKOK。 はい、ラストはこんな感じ。よし、成長してますね。いい感じですね。表彰式はね、行きます。はい、行きましょう。いやー、ドーベルがね惜しかったっすね。まあ、かなり無双してたんですけどね、ちょっとこっちをねこぼしちゃいましたね結構ね。まあキングクラシックとサイレンスをね取ってくれて、まあ、ここからはダイワスカーレットとかね、どんどん戦い楽しみたいですね。楽しみに行きたい。まあ、ドーベル、まあまあまあ、よく取ったね。で、キングダンス。強い。いいね。はい、ドーベル、ダンス・イン・ザ・ムード。そして、キングダンス、大物サイレンス。ディープインパクト。あ、そうか、俺ダンス戦ってないからね後半ね。いなくなったら無双してたか、ディープインパクト。まあそりゃそうやね。ハリケーンだ。さあここどうかな。結構いますよね引退ね。そうやね、ドーベルで、ジョードの帰還、ダートマイル。そうか、ダートマイル引退か。さああとどうするかっすね。まあ、正直ダンシングマキアとかもう引退させてもいいんですよね。まあ、全然まだ走れるんですが、まあこっからでかいところってまあ難しいですからね。スピードが成長したとしてもね。ノースまだ行く、まあ、まだ行けるねノースね。まあ、ただまあ引退でもいいっすよねノースね。ちょ、俺引退しますノース。もう十分使いました。で、大物サイレンス、ダンシングワキヤマ、繁殖牝馬として使いたいってなるんですよね。で、今年引退多いのでちょっと厳しいな。ダートマイルも、まあ、ドーベルは使いたいんですよね繁殖牝馬で。で、ダートマイルはどうしようかなっていう感じですね。なんで走らせましょう。ラストワキア、
そうやね、まだ頑張ってもらおう。オッケー、キングパートナーはまだまだね、いける。ベージュ、ベージュ、ベージュか。ベージュも引退かな。どこまでも、もう引退します。はい、これでこれでいきましょう。はい、そしてダンスノース、はい、選びます。もちろんキングダンスやろ。キングダンス、そしてノースで、ドーベル、ベージュ、ダートマイル、しません。はい、しません。キングダンスちょっと使っていきたいですね。はい、いいです。オッケー。はい、ここも買いません。3頭か、迷いますね。ダンスパートナーは残したいやろ。めちゃくちゃ強いよね。ケーキングパンサーも結構良さそうだしね。どうしますかね。ドーベル、ドーベル、いや、今ね、ドーベル入ったじゃないですか。でも、ドーベルを使っていくなら、まあ、メジロドーベル、売っちゃってもいいんですが、まあ、自家生産で固めていこうと思ってるんですよ。ただ、シーザリを使います。これ、残します。ダートマイル？ランジェリー、シーキングザゴールドか。いや、いいね。ダートマイルちょっと残したいな。キングドーベル、キングドーベルってやったっけ。キングドーベルか。オッケー、売りましょう。メジロドーベルは。とりあえず1頭売却。まあ、大物ローマはそんな使いやすくないけど。大物ゴールド。これが迷うんですよね。ああ、スプリングチケット。いや、ダメダメ。スプリングチケットはダメだ。大物スラフィン。大物スラフィンか。迷うね。ベージュ、ベージュか。ランジェリーはまだね、ちょっと売らないです。どれも売りたくねえな。大物ゴールド売りたくないですね。じゃあ大物ストラフィンで、はい。じゃあもう一体ね、ダンシング三冠。オッケー、ダンシング三冠でこれいきます。
はい。まあちょっと迷ったんですけどね。はい、一応こんな感じで、機種は、はい、こんな感じと。ゆきちゃんはもちろんキープだと中距離。じゃあ上から見ていきますか。芝クラシックの長物、最高ですね。これは最高です。3冠狙っていきましょう。サントティアラ、芝中距離の大物、ただこれ残します。で、大物ゴールド来た。ダートクラシックの長物、ただ使いづらい時あります。ダートクラシックスピードはぼちぼちか。大物サウンドにはまあクラブで、クラブ、まあクラブね、ウェイク、そうか。ダート中距離の超物、まあそうですね。ただスピードはなんと見えないかもしれないです。芝ダート中距離の超物、めっちゃいいじゃん。まあ早熟なんですけど OK ですね。ルドルフ売却か、売却じゃない、クラブか、クラブ。ノースフライト OK、 クラブで。さあ、メジロドーベル、芝マイルの大物、はい。まあ今回はこんな感じですかね。じゃあちょっと設定、頻波ばっかやなこれ。頻波ばっかっすね。どちらでもだけか。芝ダートの、まあまあいいね。でもね、はい、じゃあちょっとね、設定終わらします。はい、設定終わりました。サウンドクラシック、まあクラシックね、走れるよということで、はい、サウンドクラシック、まあ分かりやすいよね。あと AP サウンド、まあこれは父と母から取ったって感じですね。で、ゆきちゃん、はい、まあこれはもちろんね、使ってきます、白毛。で、キング3級、これは3円3級ですね。まあやっぱ最初にね、選んだということで、まあ大事にしていきたいキング3級。まあこっから始まるかもしれない。うん、ちょっと活躍させたいね。そしてダンシングダート、まあこれダート走れるよってことで、はい、お名前しました。まあダンシングキーの流れですね。で、どちらでも2世、キングどちらでもの子は、こいつもどっちも走れます、芝ダート。はい、ということでこんな感じでいきましょう。今回6頭ですね。はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さあ、ライトシフトか、そうやね、まあ、このままいくか。はい、キングクラシック、そうですね、ちょっといろいろと決めないといけないですね、ローテーションね。はい、サイレンス、サイレンスも期待。まあ今年は結構ね、無双できそうですね。
そうやね、スタミナ。さあ、さらにちょっとこの辺はサクサク飛ばしてきます。はい、ということで、まあ、今回ね、ここで終わりたいなと思います。ちょっといろいろね、これちょっと決めないといけないので、ローテーションまた決めておきます。で、また印もね、超物つけておきます。ということで、ご視聴ありがとうございました。